田駅に来ました。 JR の西日本山科駅、ここには JR 乗り場があって、 JR 乗り場とは本当に京阪電車の山科駅がこっちの方にあるわけなんですけど、今日は今回こちらの京阪電車の山科についてのお話です。山科には関係ないですけどね。今からこの山科の一つ隣の駅ですね、篠宮という駅まで行きまして、そこでちょっとね、今回の動画のね、面白い企画ですので、見ていこうと思います。ちなみにご協力していただいた皆さん、本当にありがとうございます。はい、ということで JR の山科駅にやってきたわけです。先ほども言った通り、京阪電車であったりなどが乗り換え駅となっているこの山科駅、今回は京阪についての動画です。サムネイルとタイトルから皆さんも推測は絶対できると思うんですけど、今回はですね、この JR ではなく京阪の京神線におきまして、貸切列車をね、乗ったという話をねしていきたいと思います。今日の動画はですね、僕が所属しております大学の鉄道研究会の人と乗ってきたわけなんですけど、新入生歓迎会と題してね、貸切列車を運転しました。すごいですよね。さて、いろんな人と合流して、今1回生同士ですね、ずっと歩いてるわけなんですけど、関東ではね、1年生2年生っていうらしいです。大学1年生のことを1回生っていうのを関西だけらしいです。ちょうど電車がやってきました。こちら京阪京神線の通常の車両となっているんですけど、この後この通常の車両とは異なる2両編成の車両に乗っていきたいと思います。もう何かわかりますよね。京阪電車の篠宮駅、先ほどの山科から1駅隣、歩いて5分から10分程度の場所にはやってきました。この篠宮駅には車庫なんかもあるんですけど、実は無人駅なんですね。さて、やってきたこちらの車両も普通の通常の車両ですよね。これはただの営業列車なんですけども、この後走ることになります。こういう電車ですね、この 車体の台車の近くのところに黄色い点々というライトついてるんですけど、これもですね、路面区間を走るこの京阪京神線ならではの特徴とも言えます。これは後で見ていきましょう。さて、ホームに入ってきたわけなんですけど、こっち側に篠宮の車庫があります。京阪電車の車両800系が止まっておりますよね。さて、1本目の車両がやってきました。これはまだ違いますね。僕たちが乗るような団体臨時の列車はまだまだ後に来るようです。やってきたのは803編成4両編成の車両となっております。渦政天神川という京都府の方まで行きます。ホーム上の、僕たちがいるホーム上にはもう鉄道研究会の鉄道ファンの人がたくさんというわけで、皆さん写真を撮っていて、これを見ながら車内からは、おお、なんかすごい団体がいるなというような面持ちで見られておりました。渦政天神川行きの電車、かっこいいですよね。これいつ見てもこちら側の篠宮車庫にもですね、4両編成が2編成止まっているわけなんですけども、基本的に京阪はこのような緑色の車両、水色の車両もね、実はねあったんですけどもね、今はこれが統一されております。そしてこの水の道という、なんかヘッドマークがついておりまして、琵琶湖疎水のあれかな、ついております。さて、列車はね、まもなくやってくるんですけども、こちらね、別の方に撮影していただいた送り込み回送というものを行われております。通常は京阪京神線内の車庫にはいませんので、わざわざ石山坂本線の方からですね、2両編成の車両山を越えて篠宮駅まで送り込みという作業を行って、回送電車で来てもらうことになります。それの途中で撮ってもらったのがこの映像です。山をだいたい最大40%とか50%という坂をね、登っていったりするわけなんですけど、すごいですよね。お客さん、ありがとうございます。電車が到着いたします。まもなくやってくるのかなと思ってこちら側を見ているんですが、実際には反対側でした。こちらにも京阪812系琵琶湖浜尾通駅となっております。こちらも4両編成ですね。さっきと見た目変わらずの4両編成、緑色です。京阪宇治線なんかにも似てるんですけども、京阪宇治線は何両だったっけ、4両か3両ですよね、確か。さて、こんな感じで先ほどの812が出発していったなと思ったら、やってきたこちらが送り込み回数を、先ほど映像を見てもらいましたが、琵琶湖号603編成となります。今回はこちらの列車にですね、乗っていくんですけども、通常この部分にですね、営業列車が入ることはないので、ものすごくレアです。603と書かれて、この京阪電車ではすごいちょっと珍しい、昔ねこんな感じの塗装だったらしいんですよ。それを復刻したのがこのコアビ号、琵琶湖号といった感じです。京阪電車の2両編成、人気の車両の一つです。
今琵琶湖号が先ほど入線してきたのが1番線で、僕がいるのが2番線3番線。今回送という表示になったんですけど、この後団体になって折り返しを行って、僕のいる左側のホーム3番線に入ってくるものと思われます。しばらく待ってみましょうか。さて、急に出発しだしたのにびっくりしました。一回ですね、戻っていきまして、送り込み、一旦回送として戻っていくんですね。そしてまた折り返しをして3番線に入っていきます。踏切上、駅構内の踏切はですね、カンカンカンというのが鳴りません。遮断棒がおりませんので、このように、鉄道ファンの人たちの集まりが貸し切ったわけですから、カメラ構えた人がネットニュースに上がりそうな雰囲気の、写真の、撮り方してましたけど、まあ全然この場合は大丈夫なんですけどね。たまにねそういう記事を書かれることがあるので本当に気をつけたいところであります。603編成団体というマーク、こちらに変わりました。チャータートレインっていうんですね。かっこいい。で扉が開きまして、これで、ね、大体50人ぐらいかなで貸し切ったのかな、そんな感じで、一応ですね、動画撮ってもいいかねって聞いたら、全然動画撮るのは自由だけど、あんた大学バレるよって言われまして、まあ大学は別にさらしてるからいっかという感じです。チャータートライン大団体。車内に入っていくとこんな感じ、まあ至って普通の2両編成なんですけど、604、これがですね1984年生、これがですねこの篠宮に来てるってことで驚きです。この団体の幕はいつ見てもかっこいいものです。この後これに乗って京阪浜大津、そして石山坂本線の方に入りまして、石山寺、そこから往復比叡山坂本の方まで行きます。篠宮駅。今回は京阪京浜線の方の動画を主に撮ったので、そちらをね紹介していこうと思います。あくまでもですね、新入生歓迎企画というもので貸し切ってるので、京阪京浜線内はみんなで楽しもうということで、その後ですね京阪京浜線を過ぎた後、石山坂本線に入ったらみんなで自己紹介しようみたいな、そんな構成になっておりました。604、やっぱねこれが篠宮にいるっていうことがですねすごい驚きですよね。通常は絶対入るんですよ。鉄道宅大興奮でございます。琵琶湖浜大津石山寺坂本比叡山口方面と書かれているんですけど、まさにこの電車はそのまま、ここに書いてある行き先すべて行きます。次は大岩駅ですね。この京阪京浜線、面白いことに山を越え、そして2両編成で山も越えるんですが、トンネルも通り、さらに急勾配を上がったり下がったり、さらには路面電車まで通るというオールコンプリートする、そんな、電車になってるわけなんですけど、まさにこの電車直通をしておりまして、渦政天神川というのは地下鉄東西線、京都市営地下鉄の方にも入ります。時刻は13時、予定の時刻になりました。まもなく出発することでしょう。さてワクワクの団体臨時列車、まもなく出発でございます。京阪篠宮駅をゆっくりと出発、3番線からの発車で、この後追分方面、さらには琵琶湖浜大津方面へと走り出していきます。2両編成の琵琶湖号、すぐに出発をして先ほどの引き上げ線の左側本線の方を通っていきます。この篠宮という駅はですね、先ほどの山科駅の隣駅ということもありまして、まだ京都府山科区という場所に位置しております。ここからですね山を越えて滋賀県へ入っていくこととなります。この山越えが見れるのもこの京阪京浜線の特徴なんですけども、普段この2両編成ではこの山越え見ることができませんので、今回はとても特別な時間になりそうな予感がしております。さて列車は出発するや否やかなりのスピードを出して走っているわけなんですけども、この回送がねやっぱり気持ちいいんですよね。そして見てもらえば分かると思うんですけど、結構な急勾配はね登っていることが分かると思います。これやっぱ京阪電車の特徴ですよね。京阪京浜線の特徴です。通常はですね自転車に登っても結構辛そうなこの坂道をですね、強力なモーターによって、とても軽快に走っております。本日自転車で山科まで来たんですけど、この道さっき通りましたね。さて列車が走っているような右側に道路が走っているんですけど、こちらが国道1号線、滋賀県と京都府を結ぶ、そんな山の間にはですねこの国道1号線と並走していくこととなります。そして次の駅、坂道の途中にあります追分駅です。JR 西日本みたいな残圧停車、ブレーキを緩めたまま停車というのは絶対できないような坂道ですよね。追分駅です。篠宮から一駅、その次はですね大谷という駅に止まります。大谷翔平みたいですね。この列車は営業列車ではありませんから、停車してすぐに出発。左側にですねホームがあって、お客さんがね一人ぐらいいたんですけども、なんだこの列車みたいな感じで見ていかれてすぐに出発しました。
般的にお客さんは他には乗せませんのでね。そして右側に、国道1号線が走ってると先ほども言いましたけども、もしかしたらね、この国道1号線に乗ってる人に鉄道タグがいれば、あれ京阪京新線にすげえ車両が走ってるじゃん、な団体誰が貸し切ってんだみたいな感じで見られてるかもしれません。さて列車はこのまま山越えをしていきます。ここね、あの歩道があるんですけどね、ここからね歩道がなくなってくるんですね。あの自転車で通るときめっちゃ怖いんですよ。あくまでも左側通行ですからね、左側通行を守ろうとすると車とぶつかりそうでめっちゃ怖い思いもします。列車は京阪京新線内でかなり加速する部分に入ってきました。ここよりやっぱりスピード出す区間っていうのはないんじゃないかなと思っております。小岩木駅という駅と大谷駅という間の駅のこの区間、この区間はね、あの坂道ではあるんですが、持ってるパワーを出し切ってこの右側に走っている道路に走っている車を追い越すように走っていくわけなんですね。こんな感じで右側ちょっと渋滞仕掛けておりますけども、回送に走っていきまして、まあ、結局停車駅として止まってはしまうんですけども、ずっとねこうやって走っていますから、この京阪京新線のこの車両のパワーというのがうかがい知れるはずです。今56キロぐらいですけど、多分60キロぐらいまで出してたと思いますよ。このようにカーブがありまして、こうやって見てみると、おもうすごい、国道1号線大津市大谷町という場所に入りました。もう滋賀県の大津市ですね、とっくに県境は越えております。そしてカーブの先、お客さんがちらほら見て、なんだこの車両はと言いながら大谷駅に入線でございます。一応ここも止まるんですね。スピード結構速いですよね。でも大丈夫、路面電車も走ります。この京阪電車の特有の急ブレーキと急加速を使ってすぐに停車、実はこれ下り坂なんですけどね。さて大谷駅を出発後、ここからがですね、この京阪京新線の見どころでございます。隧道トンネルに入りますので、電気を消して前が見える状態にしてくれますよという団体臨時ならではの特別サービス。車内灯を全て切ってこのようにトンネル内を見れるように走らせてくれました。電気を切るという事態もすごい珍しいんですが、こんな感じで真っ暗。ちょっとカメラのね画質というかセンサーがあんまり良くないんですけども、奥に見えますこちら急カーブが待ち構えてるんですね。そして左側には20という文字が見えますでしょうか。この下り坂、最大 40% ぐらいの下り坂を越えた後すぐに20キロ制限というわけで、大谷駅を出発してすぐ加速してからのすぐ減速、しかも下り坂ですので、かなり急カーブのために急ブレーキを踏まなきゃいけないというような、そんぐらいのですね運転技術が要されるこの京阪京新線でございます。そして前を見てみると、おすごいガチ勢の撮り鉄の方がいますね。というわけで、あのこの方たちはですね、僕があの撮影あのお願いしてた方なんですけども、先ほど送り込み回送の車両、動画を撮っていただいた方たちでございます。蛍光色の沖鉄さんです。紹介をしておきます。その時の映像がこちらでありまして、本当にあのね撮影いただきありがとうございます。踏切が閉まって、奥からやってきたこちらの琵琶湖号、あの乗ってる側としてはね外側の視点では見えないんですけど、この山をね降りてくるような、そういった車両の様子というのはですね、やっぱ外側から撮ることしかできませんので、依頼してよかったなと思います。本当に撮影ありがとうございます。やっぱりかっこいいですよね。幕は団体の表示で結構なスピードでカーブを曲がっていきます。かっこいい。さて列車は JR のトンネル出たところとすぐ横をオーバークロスしていきまして、ちょっとずつ住宅街に入っていきました。まもなく大津市の近くに入ってまいってます。もう大津市なんですけどね。ここからですね、まもまもなく京阪京新線、路線長自体はかなり短いんですが、琵琶湖浜大津の近くへと近づいてまいります。そして琵琶湖浜大津に近づくにつれ、皆さんが期待していることは路面区間ですよね。京阪京新線、なんといっても路面電車の区間もあり、地下鉄に直通し地下も通る、さらには山も通る、そしてトンネルも通るというのがこの京阪京新線のすごいところです。それをですね、今からこの面白いポイントを見ていきたいと思うんですけども、この後この電車は出発しまして、大きなカーブを渡りまして、間もなく路面区間に入ってまいります。京阪京新線の路面区間はとても全国的にも珍しいもので、通常4両編成なんかで路面区間は走れないんですけど、例外として認められている区間ですが、この電車は2両編成なので、まあ、一応法律的にはアウトじゃないのかな、微妙なところです。ゆっくりとスピードを落として進入してまいります。一応ここにも信号機があったはずなんですけども、多分信号はちょうど良かったのかな。
踏切が鳴りまして、出てくるところですか、一応踏切が鳴って危険ですよってのをお知らせしてくれます。さて、いよいよ路面区間に入ります。結構な撮影してる方がいるんですね。やっぱり鉄道研究会の人たちも他の人に依頼したりして、ちょっと外から撮ってくれっていうような人とか、教えてあげるから撮ってねみたいな人もいるんでしょうね。列車は走っていきまして、間もなく大津市の琵琶湖浜松という駅へ向かってまいります。ここは下り坂なんですけどね、結構スピード出してみるみたいですよね。併用軌道と言いまして、道路の上に電車が走る形、あくまでも電車が優先という形にはなるんですけども、路面電車側にも信号がありまして、今減速をしているんですけど、前の信号が赤信号ということになっていますので、少しスピードを落としまして、路面電車用の信号が青になった後、路面電車、この京阪建設線琵琶湖号はまた速度を出していきます。そしてですね、もうしばらくしますと短い路面区間が終わりまして、琵琶湖浜松駅に到着です。右側にはこの車が走っているんですけど、基本的に路面電車の軌道内は進入禁止というか走るの禁止になっていますので走らないですけども、まあ、例外としてね、右折するときであったりとか、そういう場合のみ走っているみたいですよね。さて、向かい側から対向の列車がやってきました。対向の列車は通常の運用の車両なんですけど、もうなんか団体列車とすれ違ったぞっていう風にちゃんと見てる人はいるんでしょうか、いないんでしょうか。でも本当にここを琵琶湖号が走るというのは大変珍しいですので、他の人もですね、やっぱり撮ってる人も多かったし、撮ってない人でもなんだあれみたいな感じですね、見てる人は多かったですよ。そして今ズームしましたけど、近江鉄道バスが止まっておりまして、そのバスのですね、右側にあるこちらです。京阪電車琵琶湖浜大津駅です。京阪レールウェイ琵琶湖浜大津ステーション、普通に浜大津駅でいいのにね、琵琶湖浜大津とかっていう名前が長くなりました。いろいろあったんでしょう。そして急カーブを曲がりながら、こちらは京阪電車の石山坂本線との分岐駅になります。駅の規模としてはただの一面二線の島式ホーム一つだけなんですけど、こちらには京阪京成線の車両、そして石山坂本線の車両両方が乗り入れているということになりまして、結構ね忙しい駅でもあります。この列車はここからですね、近江神宮前とか書いてありますけど、ここからですね、坂本比叡山口に行く前に石山寺まで行きまして、そこから折り返していくというような形です。そして僕たちはこのね、後ろの車両を移動していこうと思います。後ろの車両にね、放送装置があって、この京阪石山坂本線に入ったらですね、みんなで自己紹介をしようというような、そんなプログラムになっておりまして、それで移動してるだけなんですね。さて、見ておくと、こちら琵琶湖浜松、やっとですね、この琵琶湖号が本来営業運転もする場所屋で入ってきました。そして1年生とかの皆さんがここに集まってきてですね、まあ話をするわけなんですけども、ガチ勢がいますね。放送装置を、ちゃんと撮ってる人がいます。僕の自己紹介もきっと撮られてると思います。あとでね、僕が自己紹介した映像だけ載せておこうと思いますので、ぜひ見てください。13時12分発団体というマークで出発しました。すごいですよね、やっぱかっこいい団体という表示だけで本当にすげえと思います。そして駅にもなかなか撮影の方がいらっしゃいまして、琵琶湖号出発していきます。ここからですね、本来営業運転でも走る区間ですので、そこまで珍しいものではないと思います。団体ということが、珍しいと言われれば珍しいんですけども、というような感じで、自己紹介をしている間に石山寺に着きました。僕の番はまだでしたね。石山寺駅にもこちらチャータートレイン団体で入線、そりゃそうですよね。ちょっと人が多くてあんまり取れないんですけども、ちょうど、対向と言いますか、京阪電車坂本比叡山口方面の電車が出発しているところです。さて、団体というふうに書かれてありまして、こちらにはなんか看板をつけさせてもらってます。停車中だけですね、看板つけていいよということだったのでですね、つけてもらったらしいんですけど、鉄道研究会って書かれた、なかなかこういう車両をね、見ることはないですよね。これも団体だからできることといった感じです。幕回しもね、やってくれるのかなと思ったけど、幕回しなんかやらないみたいでした。ここでやったら結構語弊ありそうですもんね。後でもしかしたら見れるかもしれません。琵琶湖号、こうやって見るとここではあまり珍しくないのに、先ほどまで京阪京神線を走っていたというのが感慨深いですよね。さて、隣駅に止まっている車両がギリ見えるんですけど、ちょっと手ぶれがひどすぎてごめんなさい。この後ですね、電車がやってきて、その後出発するのかな、いやもしかしたらまだ先かもしれません。一応ですね、石山坂本線もそこでそれなりの本数がありますので、この石山坂本線の10分か15分間隔の本数、15分でしたっけ10分でしたっけの本数の間にですね、この団体臨時列車入れていただいたの本当に嬉しく思います。
そしてあのカメラが暴れ狂ってるわけですけども、あちらが602って書かれておりまして、僕たちが乗っているビアコ号603の1個お隣の編成ということになるんですね。嬉しいのか嬉しくないのかあまり分かりませんけども、お隣の編成ということで、同時期に作られたのかな、並ぶんでしょうね多分。一応ビアコ号も昔の塗装もしているというだけで、この車両と基本的には性能は大して変わらないはずだったと思います。いずれも2両編成、石山寺駅に入線してきました。近年のあのなんか石山寺駅も最近人気を博しておきまして、この石山寺のあの検索ワードの検索履歴がなんか検索回数上昇したらしいですよ。っていうのもタイガードラマで光る君へというそんなあのイベントがありまして、タイガードラマ関連ですね、石山寺駅ちょっと伸びてるらしいです。こちらに車両の名盤といいますか、自重21トン95人が乗れます。平成16年かな2016年かどっちか分かんないですけど、5月24日に検査しています。16年とどっちかマジで分かんない、まあ、といった感じでですね残ってるわけですけど、割とね古い車両なんですね。もしかしたらさっき言いましたあの603とかはもうちょっと違うのかもしれませんけど、まあ、車内は結構リニューアルされてるんでね、実際のとこ分かりません。さて僕たちがあの乗ってきたルートがどんな感じなのかなというわけなんですけども、こんな感じ、京阪電車のこの京浜線というのは東西線の方にも入ってまして、地下鉄東西線の方から石山寺まで行きます。駆け込みはやめてください。ドアが閉まります。手荷物を置かれてお聞きください。無理なことおしゃれください。なんか放送装置のマイクを使ってみんな遊んでるんですけど、なかなか面白い遊び方ですよね。こうやってね聞いてたらですね、あれなんか聞き覚えのある音楽が流れてるぞというわけで、本日も東海道新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。この列車はのぞみ65号の東京行きでございます。次は名古屋です。名古屋まで行ける？急に京阪電車が東海道新幹線になったりとかね、そういうこともね遊べて結構楽しかったですよ。ご乗車ありがとうございます。本日も JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。西日本この列車はサンダーバード49号金沢行きでございます。おお、ガッとした。次は駿河です。小浜線ご利用の方はお乗り換えです。なお列車の詳しい発車時刻及び運行情報は JR 西日本公式アプリベスターからご確認いただけます。これ鉄道オタクの最近の定番ネタなんですけど、 JR 西日本はあの発車時刻とか到着時刻を、ウェブページに曲振りしすぎて、ウエスターまたは JR 西日本公式ページお出かけネットをご確認くださいという、いかにもあの、ね、ネット頼りな、ね、放送案内をするということで最近有名でございます。というわけでですね、僕がね自己紹介をしようということになりました。あのマイクの使い方のレクチャーをしまして、ここからですね僕 の、 あの自己紹介だけ聞いていただけたらと思います。ではどうぞ。学部学科は理工学部、出身が、愛知県出身、育ちは兵庫県、今南草津にいます。で、鉄になったきっかけなんですけど、鉄になったきっかけはそうですね、生まれてからあの神に授かったもので、何鉄か、乗り鉄が基本なんですけど、最近あの乗ってる鉄道とかをYouTube に上げるようになって、そこから動画とかも撮るようになって、撮り鉄もちょっと入ってます。で、推し車両は山陽電鉄の、3030F というのがあるんですけど、それの、復刻カラー版しか許しません。で、鉄道以外の趣味なんですけど、あんまりないんですけど、公共交通機関大体好きです。で、あと別のサークルであの天文研究会とか入ってるんですけど、そっちに、ちょっと最近興味が湧いてて、そっちも好きだったりします。以上です。ありがとうございます。というわけであのよくわからん自己紹介したんですけど、鉄道オタクになる人って大体神から授かったものなんですね。本当は皆さんの自己紹介も紹介したかったんですけど、あの言うと、ま、動画にするとまずいものがね、あの結構あったりとかするかもしれないんでね、一応やめておきます。
さて列車はもう、終点についてしまいました。石山坂本線について全然喋れなかったですけど、一応幕回しやってます。篠宮駅であったり、あ、琵琶湖浜大津、篠宮駅もあったんだね。石山寺はこれよく言いますよね。大見神宮前であったり、そして坂本比叡山口でノットインサービス改装というふうに表示されました。本当はね全部ちゃんと見たかったですけどね、ちょっと出るのが遅くて見ませんでした。終点坂本比叡山口へ到着です。今回の団体列車1時間ちょっとほどですね走っていったわけなんですけど、こんなにね走るんだね。だいぶ長い時間走らせていただきました。ありがとうございます。京阪電車の皆さん、そして鉄拳の企画してくださった皆さん、本当にありがとうございます。いい動画が撮れました。回送ノットインサービス。この後ですね、僕たちはですね、なんか写真なりなんなり撮ってから JR の方を乗って京都の方まで行って、それからですねみんなで焼肉食って帰ったんですけども、この後ですね焼肉行くとき僕がチャリで行ったせいでなんか遅れてね行くことになってしまったのが本当には申し訳ないなと思ってるわけなんですけども、とりあえず何はともあれ石山坂本線の終点と言っていいのか分かりませんが、坂本比叡山口駅に到着しました。本当にですね京阪電車の方々、そして、企画してくださった鉄道研究会の新刊の担当の方々、本当にありがとうございます。素晴らしい動画が撮れて何よりです。そして実は人生で初めての団体臨時列車でした。この後 JR 西日本の比叡山坂本駅に行きまして、比叡山坂本駅からですね京都方面戻ろうということですね。そしたらなんかサンダーバード号来たなーって、湖西線はやっぱり早いですからかっこいいわけですと思った。鉄道オタク特有の、おお、なんだこれ、え、次珍しいやつじゃんと言いまして、白鷺という車両に使われる色とサンダーバードに使われる色両方が混じっているタイプでしたね。なかなか珍しいのを見ることができて嬉しかったです。そしてですね、次のこの電車に乗って帰ろうというわけなんですけどね、僕たち珍しいものが大好きなんですね。というのも鉄道オタクというのは希少な列車、そして少ししか1編成しかない列車というのにすごい興味が湧きますというふうに見てまいましたら、あれなんだ車両、見覚えがあるぞ、あれなんだろうということでやってきたのがこちら、もともと阪和線で使われていた車両ですね。阪和線の色、実はこれ湖西線とか京都にいる車両で1編成しかありません。湖西線とかですね草津線の方に一部入ります。関空特急仕様のカラーリングがされた223系、 JR 西日本きっとお金がないのか分かりませんが塗装を変えることなく入線していきました。普通電車の京都駅、湖西線ですから京都までと、運転となります。というわけで今回はご視聴ありがとうございました。この後ですね焼肉を食ってですね皆さんで解散したわけなんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。今回はですね皆さんにご協力いただきまして、動画撮っていいよって言ってくれたので動画撮りました。では皆さん他の動画でお会いしましょう。さようなら。京阪電車楽しかったです。